はい、こんにちは。今回はね、牛肉の甘みが溶け込んだビーフシチューでございます。ではね、食べてみたいと思います。確かに牛肉がね、何時間もやっぱり時間をかけたって感じですね。で、これ期間限定らしいんですが、まあなかなかね、デミグラスの甘い味わいと、この濃くとね、うまみが非常にいいですね。で、これよく、じゃがいもも溶け込んでるし、この何とも言えないね、味わいが非常にいいなと思いますね。で、味がすごいまろやかなんですね、これ。それでいて、この中のね、コクとまろやかさというか、それが出ていてね。で、こう非常にね、いい味を出してるなというふうに思いますね。で、こう牛肉の甘みと、うまさがね、うまくこう溶け込んでいて、で、こう非常に柔らかくて、トマトの甘さっていうのが非常によく効いていますね。これはいい、なかなか高級な味わいですね。で、こう この何て言うんですかね、デミグラスの甘さと、そしてこの何て言うんだろう、このいかにもこう時間と日にちをかけましたっていう、じっくり寝かしましたみたいな、その感じが大変いいですね。
これは悪くはないと思いますよ。非常にこう職人さんが、プロの職人さんが作ったなって感じで。でも今のやつってすごいですよね。こうやってお店で食べる味わいをそのまま自宅で食べられるんだからね。すごい進化しましたね、最近のレトルトとか。カップラーメンとかそういったものはね。で、これもある意味レトルトですっていう感じじゃないんだよね。本当にどこかのお店が作ったなっていう感じで、非常にお店の味とほとんど変わんない。それだけやっぱりまろやかさで豪華さが。あとこれがよくご飯とよく合うなっていう感じですね。というわけで、どうもありがとうございました。